みんなが言ってるあのアクセルコントロールを正確に勉強しろと、それがよくわかります。感じなんですけども、乗るととにかくすごいポルシェだけがこの中国の機械として選んでいるんですけども、このルーフというチューニングメーカーのすごいところがあるんですね。それからこの結構魔法臭いチューニングレベルに耐える、耐えるっていうか、いとも簡単にこれを受け入れてしまうポルシェの凄さ、これはね、そのポルシェの基本の凄さっていうのが思いっきり分かるのはこの車なんじゃないかなと思います。